こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴ありがとうございます。以前の回でディレイラーハンガーというリアディレイラーを取り付ける金具が曲がりましてですね、その曲がりをチェックするためにこれを紹介したんですね。これはディレイラーハンガーアライメントゲージというものなんですけれども、それはディレイラーハンガーの曲がりをチェックするとともに、簡単な曲がりに関してはこれを使って丁寧に力を加えることで修正もできますよっていうことだったんです。それで無事にリアの変速も復活しましてですね、直ったんですけれども、曲がったディレイラーハンガーを直すんであれば新しいリアハンガーを買ってみたらどうですかっていうご意見があってですね、もっともだなということでちょっと探してみました。それで私の持っているアルミフレームのメリダはですね、相当前の2013年型のものなんですね。それでスペアのリアハンガーが見つかるのかどうかっていうのをちょっと不安になりながら探してみたんですけども、どうもいろいろ調べてみるとありました。それで買ったんです。こちらですね。これはリアディレイラーハンガー58と呼ばれているメリダ純正ではなさそうなんですけれども、大手のブランドのフレームを買ったまあメリットなんでしょうか。なんとかこちら見つけることができましたので、今回はこの新しく買ったリアディレイラーハンガーを取り替えてみようっていうことをやってみたいと思います。それではまずはこれ買ったばっかりなんで開けていきたいと思いますね。早速開けていきましょう。中身に関してはですね、非常にシンプルで、ディレイラーハンガー本体とマウント用のネジですね、 3mm の六角レンチの規格のネジになっています。おそらくこれが合うんだとは思いますけれども、それも確かめてみましょう。それでこちらですけれども、まあ特に問題なく、非常にしっかりしたものというか問題なさそうなリアディレイラーハンガーですね。で、私実車のものと見比べて形状が同じものだということで判断して購入しましたけれども、果たして細部までぴったり合うかどうかっていうのが分かりません。まあちょっと博打を打ったんですけれども、今回これを取り付けてみて果たして本当に合うのかっていうところをやってみたいと思います。あと取り外した後にですね、左右並べて見比べてみたいなと思ってます。それでは行ってみましょう。はい、それでは作業を始めます。作業工程の、まあ、簡略化のためにですね、チェーンを外します。チェーンを外さなくてもディレイラーハンガーの交換はできますので、チェーンを外せなくても大丈夫です。私はシマノのメッシングリンクでチェーンを接続してますので、チェーンを取り外すことが簡単にできます。なのでチェーンをこれから外しますね。次に車輪を外します。ディレイラーハンガーはこの部分ですね、ディレイラーを外してしまいます。はい、外れました。それでディレイラーハンガーを外すんですけれども、ディレイラーハンガーの裏側から形をじっくり見ていきたいと思います。はい、裏側から見てみました。それで新しく購入したのがこちらですね。こちら見た目だいぶ期待が持てそうですね。じゃあ取り外して比べてみたいと思います。では外してみましょう。 3mm の六角レンチですね。六角レンチのゲージがちっちゃい割には強く締まってますので、舐めないようにしっかり奥まで差し込んで緩めます。はい、取れました。こんな感じですね。取り外したものを部屋に持ってきて新旧見比べということにします。右側が古い方ですね。左側が新しく買ったやつで見るとですね、どうもほとんど同じですね。この裏側の OP という刻印、あとこうすると分かるんですけど A という刻印があって、どれも同じなので、もしかすると全くもって同じものっていう気がしています。この辺のえぐりとかも同じですよね。ではちょっと重量も測ってみましょうか。それでは古い方ですね、 11g。 それでは新しい方
11g 全く同じですね。なのでもうこれは安心して取り替えられるというふうに私は思います。それではフレームに取り付けてみましょう。リアディレイラーハンガーを取り付けていきます。向きはこうですね。で合わせてみますと、はい、ぴったりですね。問題ないです。取り付けネジ、今回新しい方を使って取り付けていきます。それで私このようなネジを使うにあたっては大抵こういったネジロックを使っているんですけれども、新しく買ったネジにはですねこういった感じで親切にも緩み止めがついてますので、このネジロックは使わないことにします。あとですね、新旧のネジのボルト径を見るとですね、古い方が 3mm だったのに対して新しい方は 2.5mm になっています。ただ合わせてみたんですけど、ネジピッチは同じなのでネジの規格自体が違うわけじゃないですね。ボルト径だけがちょっと違うということで取り付けていきましょう。はい、うまくついたと思います。あと締め付けトルクについてはですね、これはもうトルクレンチを使うというよりも指先トルクレンチを使うっていう感じの方が良さそうですね。緩めた時の感触を、指先に覚え込ませて、最終的に指先の力でネジの締まり具合をこう見ながらですね、いい感じで締めていくっていう感じになりそうです、これで良さそうですね。はい、では次にですけども、せっかく新しいの買ったんですけど、これが曲がってたらもったいないですので、こういった機械にディレイラーハンガーの曲がりのチェックをしてみたいと思います。こちらがディレイラーハンガーアライメントゲージ、これを新しく取り付けたリアディレイラーハンガーに取り付けていきます。それでバルブの穴を基準としてリムのところにぴったりと突き当てます。それでこの赤いオーリングが目印なので、バルブの部分と一緒にディレイラーハンガーを動かしていくんですが、この時に見ていただくと、もうすでにちょっとシャフトが押し込まれてますね。なのでディレイラーハンガーの曲がりがあるってことが分かりました。真下の部分も見ていきましょう。そうするとちょっと隙間がありますね。この部分でちょっと押し込まれて、この部分で隙間がある、この部分でゼロということで、この辺りが一番狭いっていう感じですかね。修正量わずかなので、ここはせっかくなのでこれを使って修正していきたいと思います。修正が終わりました。この段階でここに合わせて、でずっと下ろしていってですね、シャフトの隙間がどの位置でも平行になることが分かりました。これでディレイラーを組み付けていきます。それではリアディレイラーを取り付けます。あとはチェーンを通して念のため変速調整を再度行って完了です。はい、変速調整もなんとか無事終了と。よし、これで今日はちょっと天気もいいので外に乗りに行ってきます。あと取り外した古い方のディレイラーハンガーはですね、捨てないで取っておこうと思います。それは例えば長旅とかツーリングの際にディレイラーハンガーが曲がった時のためにですね、これ持っとくと取り替えればそのまま使えますから、なのでこれは捨てないでサドルバッグかなんかに放り込んでおきたいと思います。長らくお付き合いいただきありがとうございました。これで一連のメリダのロードバイクの不調、発端はこちらのリアディレイラーの変速不良、次にフロントの変速不良、すっきり直すことができました。せっかく直したのも束の間なんですけれども、私興味があって中華系の新進ブランドセンサーというスラブの技術者がスピンアウトして作ったコンポーネントに非常に興味があります。それが12速で非常に軽いと、カーボンを多用しているという素晴らしいものが 35,000 円ぐらいで買えたんですね。
それが4月の末に届きますので、まあ、せっかくこれ直したのもつかの間、このメリダを実験車としてセンサー12速っていうのに付け替えてみたいと思います。それについても何回か分けて特集を組みたいと思いますので、ご興味のある方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。